ロンコサウリアもしくはロンコサウルス類は、長い首を持つ巨大な、ティタノサウルス類の竜脚類恐竜の分類群の一つ。最大最重量級の恐竜をいくつか含む。ロンコサウリアは、広く異常に厚い首肋骨、非常に堅牢な首の神経とげ、比較的狭い神経感、および巨大なアーチ型の神経弓によって、他のティタノサウルス類と区別される。 彼らはまた、翼型の側面突起を持つ非常に広いドーシーと非常に広い胸郭を持っていた。それらの背側の突起も神経管の高さとかなり一直線に並んでおり、リトストロテアのように神経弓のさらに上に付着している。ロンコサウリアの姉妹群であるマラウィサウルスの頭骨要素は、少なくとも初期ティタノサウルス類と基盤的マクロナリアにおいて、 大きな鼻空と丸みを帯びた頭部の形状が基本的形質であることを示唆する。ロンコサウリアはフタロンコサウルスとメンドウササウルス及びそのすべての子孫の最近共通祖先からなるクレードとして定義された。マラウィサウルスはこの分類群と近縁である可能性がある。ロンコサウリアはプエルタサウルス、アルゼンティノサウルス、パタゴティタン、ノトコロッスス、 ドルシラサウラ及びトラウクティタンのような他の巨大竜脚類を内包していることが分かった。ありがとうございます。